ター人のこぼすた宮城新発見。谷さん、こぼすた宮城にはですね、選手が実際にプロデュースした弁当がたくさんございます、はい、いやもうこれ嬉しいですね。ご覧ください、こちら。はい、おお、こういうお弁当もあるんですね、はい、いやー立派だな。もう見るだけでね、はい、我々応援したいなとなりますね、はい、まず私の目の前にあるのが何です、これ、もりもりパワー系ハイパーカズオ弁当、はい、いやこれすごいな。松井和夫さんですね。実際に松井和夫選手 選手がプロデュースした、プロデュースした、はい、ご覧ください。中身が、まあ、あの看板に偽りなしですね。もりもりもり、これはハイパワーだという感じがします。こちらの方です、目立つのが目玉焼き、そちらの方にはチキンカツ、唐揚げの串があって、こちらトンテキもあるかと思えば、アジフライがあったり、ハンバーグ、もうほんとすごいですね、はい、ご飯も2種類です。ケチャップライスに、そして白いご飯もございまして、まさにスタミナ満点、はい、これがカズオ弁当なんですが、嬉しいことにですよ、はい、このスタミナがつくお弁当にまだついてくる、何がついてくるか、ステッカーがついてくるんです。これがまた嬉しいじゃないですか。こちらの方のカズオ弁当、私タージン惚れ込みましたね、はい、これはいいな。